気泡、無援護柳、ついに心が折れる。無援護地獄の中日、柳、11杯目にベンチでうなだれる。解説者も同情、心が折れそうになりながら。 SNS も定期、柳投手かわいそう。中日は先発の柳裕也投手が8回117球4安打2失点の好投も見殺し、今季23度目の完封負けを喫し、借金は再び29となった。後半戦9試合登板で11失点も、援護点はわずか4点という柳は無情の11敗目を喫した。試合終了後、ベンチでうなだれる柳の姿があった。歴史的貧打が続く中日打線はこの日4併殺、力投が報われない日が続く。これで後半戦9試合全てで援護点は1点以下。この日テレビ解説を務めた秀則氏は、本当に心が折れそうになりながら、打者に向かっている柳投手には頭が下がる、なんとか笑顔にさせてあげたいと胸を痛めていた。象の柳、無援護強に見えた。昨日のエンディング見てよ。見てるだけで悲しい。思ったよりうなだれててかわいそう。これ取れるよな。カリステはともかくうまいサードなら取ってると思う。配球や打者の特徴を見て守備してないと思った。終わったな、という顔。打線が逆転するとはみじんも思ってない。落ちたな。自援護ゼロは甘え、ベンチで冷たくなって発見されそう。甘えんな米食えるくせに、せめて今年 FA ならな。数字だけ見たら恋にしか見えん。ご視聴ありがとうございました。